ここに2つの三角形があります。この2つの三角形どちらが広いつまり面積が大きいでしょう。長方形や正方形の面積の求め方公式は勉強したよね。けどこの三角形の面積の公式とかはやってないよね。どうしようか。でも後ろにこのマス目が書いてる。これを 1> 1マス1平方センチメートルとしようかこのマス目を数えてあげることができればこの2つの三角形の面積比べることができそうですちょっと数えてみましょうまずこっちの三角形何マスあるやろ何平方センチメートルやろここら辺は123456とか普通に数えられるんやけど問題はこのマスとかやね。 このマスかこ,こもやけど微妙な大きさのやつができちゃってるよねなのでこのまんまやと数えることはできませんなんか工夫をしないといけないんですわかるかなヒントここに線を引っ張ってあげて三角形と台形に分けますそしてこの三角形を移動してあげると 数えることができるようになるんです。ここに同じスペースがあるよねこここの三角形をこのまんまこっちに移動してあげますそうするとどうなるかって言うとこの三角形と台形がうんピタッと重なるよねそしてここに長方形ができるんですまあ面積は広さ のことなのでので、一二三四五六七八九1十平方センチメートル 2×5 で10平方センチメートルっていうのが分かりましたそれじゃあ今度はこっちらどうやろこれも中途半端なマスがあるので数えられへんねんけどまあここでん 分けてて考えてみる。これと同じように考えて上の三角形を分けてもいいんやけどなんか入るスペースがなさそうやねうんここはちょっと別の考え方をしてみたいなこれをちょっと分けてみようかこう分けてみようそうするとうんこういう考え方がありやねちょっと今思いつきましたこっちらの長方形 マスも含めてこの青で囲った部分のちょうどこっちの三角形は半分になってるよね半分の大きさですこっちとこっちの合わせた長方形のそしてこっちの赤で囲ったところを見てみてくださいこっちでもこの三角形はこっちの大きさの半分になってるよね ということはこの大きなマス全体の半分にこの合わせた部分はなってるよね。半分と半分を合わせてねんから全体の半分になるよね。つまりこれは式で求めることができそうです。長方形はここが1平方センチメートルやから1センチで4になってるよね4センチ。そしてこっちらは5センチになってるので。 4×5 の半分なので2で割ってあげると 4520÷2 で10を一緒になりました10平方センチメートルっていうのが分かりましたこの三角形も10平方センチメートルだったんですこれ今2つの三角形面積が同じになったんやけどそして別々の考え方で それぞれこのマスを数えてみた面積を求めてみたんやけどこの2つの三角形は共通しているところ同じところがあります。えそしてそれが実は三角形のの面積の公式になっているんです。えどういうことかというとえこっちらの三角形これは見方を変えてあげるとこの長方形全体の 半分になってるんやね。半分になってるんやね。そしてこっちらも別の考え方をし,ましたけど大きいこの長方形の全体の半分になってるんやね。つまり三角形は長方形の半分の大きさに実はいつもなってるんです。なののでこの形が 違う三角形やってんけどこの周りの長方形は一緒やね4と54と5ってなっているから形は違うけど同じ長方形の半分の大きさですなので10平方センチメートルになって面積は一緒になったんです三角形の面積どうやって求められるかっていうと底辺×高さ ÷2。 求めることができます。これが三角形の面積の公式ですここの部分底辺×高さっていうのが長方形の大きさを表しています。それの半分とことです底辺と高さ新しい言葉が出てきましたんやけどこの図で言うと底辺っていうのはこの長方形の横の長さです。 言っってしまったね。なのでこの三角形で言ったら底辺はここになります。底辺ね。えそしてこっちらの三角形で言うと底辺はちょっと消しちゃうで。底辺はどうなるかっていうとまた同じ下の線になります。ここです。 そして高さっていうのはどこかっていうと大事なことです。底辺とと高さは垂直じゃないといけませんだって長方形の面積としてここを考えるんやから直角になっていないと長方形じゃないもんね。なので高さはここ垂直になっている。底辺と垂直になっている部分として高さと言います。必ず垂直。 えそしてこっちの三角形はここを底辺とするとまこことかでもいいんやけどこれに垂直に交わっているような線なので垂直になってる線なのでまこの線が分かりやすいね垂直ですこれを高さと言います青く描いたのが高さそしてこっちが底辺ですまなのでちょっと 長方形の縦と横とは意味が違うので三角形では底辺と高さという言葉を使いますそしてそれは必ず垂直直角になっていないといけませんそうして出てきた長方形この長方形の必ず三角形は半分になるので割る2をしてあげるね三角形の面積を出すことができました出てきました 底辺かける高さ次の動画ではこの公式を使って三角形の面積を求めていきたいと思います。